青山オペレッタ。東京・青山にある未婚の若い男性だけで構成された歌劇団。その歴史は古く、100年以上に及ぶ由緒ある歌劇団で、その成り立ちから女性役も男性が演じるのが特色。記念すべき100期生を迎えるにあたり、実験的な新チーム NOVA が結成されるが、特別オーディションで選ばれた100期生は個性の強すぎるメンバーばかりだった。果たして彼らは半年後の初舞台を成功させることができるのか。ラジオでこちら青山オペレッタ広報部。AM1008、FM933、ABC ラジオがお送りしていますラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部。皆さんこんばんは、 MC の利根健太郎です。この番組は2次元と3次元がクロスする新演劇コンテンツプロジェクト青山オペレッタの見どころを紹介しながら、出演者とトークを繰り広げていく番組です。青山オペレッタ広報部として新チーム NOVA のメンバーが青オペを広めていこうというプログラム。ラジオで勢いをつけていきたいと思います。さあ早速今夜の担当者をご紹介しましょう。こちらです。こんばんは、チャラ系恋愛体質の人気オペラ歌手桜井の役大隅優太です。イエーイよ、お願いします。お願いします。はい、こんばんは、超絶俺様な元天才子役長井かぐや役の矢部雅樹です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おはよう。おはいそうなんです。皆さんね、深夜2時30分から聞いていただいてると思うんですけども、はい、まあちょっと時空の歪みがありましたね。収録は早朝に。早朝ですね。いやー、いい天気ですね。朝日がね、眩しい時間帯にやっておりますけれども。皆さん大丈夫です。朝早いですけども、起きてます？体は起きてますよ。大丈夫です。もちろんです。あのね、ちょっとここに来てさっきなんですけど、本番始まる直前に緊張感が高まりまして、先輩の友常くんがなぜかこの1回目の今日1本目の収録に。ブースに入ってるという。見えてます。動画でご覧の方はガラスの奥にね、すごいわかわか動いてる人が見えてると思うんですけども、先輩がね来られるとね、やるしかないです。いや、おかしいですよ。集合時間全然早いはずなんですよ。もちろん遅いですよね。多分1時間以上早く入ってますよね。なんでいらっしゃってるんですかと、まあ暇だから、はい、もうおっしゃって想像通りの答えが返ってきました。やばい、頑張んなきゃ。期待通りの。これはしかもノーギャラですからね。ノーギャラで今映ってくださってますから、サービス精神が旺盛でございますよ。はい、テンション上がりましたよ。あと座り位置がね、なんか一番奥のね、上座に座ってらっしゃるところに、偉い人が座る席なんですよね。風格ある。もういいから。喋れ。そうですね。大隅さんと矢部さんのこのペアはね、2回目ということで、はい、前回はお互いのペアのことどう思いますかっていうと、お互いふわふわしてるんじゃない。つかみどころがないっておっしゃってましたけど、どうですか、つかみどころをつかめてきましたか。いやー、まだだな。そうですね。ね、時間かかるよな。なんかつかめてないまま多分進みそうな気がします。お互いふわふわしたまま。でもこの番組の中で。掴んでいきましょう。そうですね。1年後ぐらいかな、なんかね。長いな。1年かかるか。いろんなコンテンツがね、進んでいく中で。掴むと言ったら、今日掴んでないじゃないですか。恵比寿君が。あれ、いや、恵比寿君いない。なんか遅刻ですか、恵比寿は今日。いや、なんかね、そう、恵比寿君ね、毎回放送で、いろんな人にこう掴まれて、だんだん髪の毛がね、減ってきちゃって。若干嫌気がさしてきちゃったのかなっていう。あ、そういえば恵比寿君からフォローバックされました？来てません。はい。はい。ツイッターの方、あれ前回いつでしたっけ？3週間前ぐらいですか？そうですね。ぐらいですよね。前回からだいぶ経ってますけれども、来てません。フォローバックも来なければ現場にも来なくなった。なんかもう寂しいな。いつか来ることを待ちます。そうですね、はい、じゃあいろんなことをこの番組の中で深めていきつつ、今夜は第5話のラジオバージョンからお送りしていきたいと思います、はい。その後また、前回のね中山コンビに続いて2人にもあれにチャレンジしていただきたいと思いますので、お楽しみに。それではお二人で番組スタートの掛け声をお願いします。ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部スタート。青山オペレッタ第5話対決 OC の公爵。12夜、シェイクスピア作品の中で最も完成度が高いと言われる喜劇の最高傑作。船の遭難で双子の兄と生き別れた妹のバイオラはたどり着いた地で男装して公爵に仕えるようになる。そんなバイオラを中心に巻き起こる勘違いや混乱、そして切ない片思いの交錯を描いた作品。それが俺たちの初演作12夜か。名前は聞いたことあるが、なんといってもこの作品の要は男装の霊人バイオラ。彼女はいいとこのお嬢様なのに男としても立派に生きて公爵に重宝されるんだ。しかも今回バイオラを演じる人には双子の兄セバスチャンもやってもらう。一人二役ってことですか？そうだよ。バイオラとセバスチャンは役者を分けるケースが多いが、ってことは妹と兄、つまりは女役と男役両方やるってわけ？加えてバイオラは女性としてのシーンと男装して男として振る舞うシーンもあるしね。演じ分けが大変だよ。いいね、面白そうじゃん。俺にぴったりだ。お？君は劇団雪峰の子だっけ？そうだよ。侍、坊さん、大悪党から可憐な姫までどんな役だって変幻自在。剣劇と踊りどっちも得意だしね。それは頼もしい。今回の主人公はベネラ死亡者から選ばせてもらうからね。ち、女が主人公なら仕方ねえ。残念でした。主役は俺がしっかり務めてあげるから脇役頑張ってね。てめえ、桐久君、主役やる気満々だ。すごいな。君もベネラ死亡でしょ？主人公を狙わないの？え？俺なんて無理ですよ。サイさんこそどうするんですか？僕？サイさんはあまりアグレッシブに役を狙うような感じはしないけど。それともう一人重要なのは男装したバイオラが使える OC の公爵ね。舞台によっては彼を主人公にするものもあるぐらい大事な役どころだから。男役、マルテで一番重要な役ってわけだな。なら俺が狙うのはそいつだ。マキさん、その役俺にやらせてください。君は元子役の長井君か。積極的でいいね。あいつ自分から手を挙げるなんてすごい自信だな。誰にも負けないって思ってるんだろう。さすが天才子役くんだよ。そういえばこのチームにはピエナのトップスターだった鏡くんがいるんじゃなかったっけ？12夜はピエナでも何度かやってるよね。普段なら間違いなく君がやるような役だと思うけど、立候補しないの？そのつもりはありません。意外だな。ま、それぞれ考えがあるってことでいいんじゃない？じゃあ他の人は OC の役をやりたいのは長江くんだけかな。選ばれるかどうかは別として意思表示するのは大事だと思うよ。あんな自信満々な長江相手に手を挙げるやつなんているのかよ。なあ。はい、僕も OC の役を希望します。サイさん、いいじゃんいいじゃん、やる気だね。君は確かバレエ出身だったよね。演技の方はどうかな？ちょっと見せてもらおうか。せっかくだから長井くんもいいかい？望むところです。エチュードですか？いや、 OC の希望ってならそれをやってもらうのが手っ取り早い。はい、これ台本。まだ手直しが入るけど、とりあえず1幕のシーンをやってもらおうか。そそんないきなり演じるなんて。どんな人物かもわからないでしょう。無茶言うな。2人ともものすごく真剣だ。第5話ラジオバージョンいかがだったでしょうか。気になる続きは青山オペレッタ公式 YouTube チャンネルでお楽しみください。はい、ラジオペこちら青山オペレッタ広報部。はい、改めましてこんばんは。ラジオペこちら青山オペレッタ広報部 MC の利根健太郎です。そして今夜の担当は、なんだかとんでもないところに来ちゃったな。女の子はいないし。桜井の役大隅優太です。主役は俺だ。相手が誰だろうが容赦しねえ。長井かぐや役の矢部雅樹です。よろしくお願いします。お願いします。そうなんですよね。僕もやってますからね。 MC は俺だね、利根健太郎です。牧新作役です。確かに多分前回ぐらいから僕登場しているような気がするんで、ちょっと改めてね役名も合わせて紹介させていただきました。さあ今夜はですね、2つお二人にやっていただきたいことがございます。まあどんどんねいろんなことにチャレンジしていただきたい、まあ新演劇コンテンツと銘打ってますからね、いろんなことやっていこうという願いも込めてやりましょう。じゃあまず1つ目はこちらから参りましょう。青オペファンの呼び方を考えよう。なるほど。はい、まあ先月ね初回1時間特番の際にリスナーさん、ラジオネームミッキーさんからのメールで、私たち青山オペレッタのファンのことを何と呼べばいいでしょうかという質問が来たことを、ありましたね。あ、覚えてます？覚えてます。覚えてます。覚えてますか。そうなんです。その答えがまだ出てないんですよ。もう1ヶ月以上経ってるんですけれども、そろそろちょっと決めたいところでありますね。そうですね。まあちなみにその初回と特番の時にはオペッコとかオペラとかいう候補が上がってまして、で皆さんから募集したりみんなで考えていこうねっていう話になってきたんですけれども、はい、やっぱりお二人にもね候補を出していただいて、そうですね、みんなの案をまとめたところでちょっとね決めていきたいなと思うんですけれども。そもそも、まあ、ネーミングとかってお得意ですか？なんかペットに名前つけたりとか、なんかゲームのなんかキャラクターの名前つけたりとか、結構今名前つける機会多くなってきましたよね。そうですね。結構なんか思いつきでパッて僕はつけちゃいますね。ちなみにバンドのディッシュっていうネーミングとかっていうのは、あれはもう事務所の偉い人に決められました。自分たちの意思ではないそう。君たちはディッシュねって言われました。なんか細かい意味があるとかは、まあなんか皆様のメインディッシュになりますようにっていう、なんかちょっと後付けで意味はつけました。なるほどね。なるほどね。はい、わかりやすい。そうですね。あ、それだとNiziUのファンっていうお話を前されてたと思うんですけど、NiziUのファンはなんか呼び名あるんですか？確かなんか With You みたいな。With You。With You。確かなんかそんな感じだった気がします。シンプルだね意外とね。あなたと一緒みたいな With You。なるほど、素敵です。ちょっとそれに負けないネーミングをね。なんかいいの考えたいですね。ちなみにプロデューサーポジションとともさんが写真パシャパシャ撮ってますけど。ちなみにさっきも終わったところで。いいね、面白いよって言ってドアガチャって出てきたんですけど、もう戻ってこられました。早いな、人聞き悪いですよという声が聞こえてきましたけども、オンエアには載っておりません。代弁してお伝えしたいと思います。ちなみに前回ですね、宮島朝日役の長江さんからはですね、案としてソーレ、テラ、あとですね港区民の皆様をいただいております。可愛い。青山だから。そうなんですよ。あと斉高尾役の中山さん案は、イルソーレルーナと。おしゃれ。なるほど。ちなみにイルソーレは太陽で、ルーナが月と、テラは地球かな。おしゃれだ。なんかちょっとそれぞれね。ちょっとなんか気取ってますね、2人とも。気取ってますね。いや俺はそこまで言ってないよ。そこまでは思ってなかった。カッコつけちゃってもみたいなね。そんなキャラなのかなっていう。でもなんか似合うよね、やっぱ青山だしさ。まあそうですね、ちょっとおしゃれな感じもいいですね、確かに。青山オペレッタ。そうですよね。ちなみにサッカー好きの大隅さんはなんかサッカーっぽいネーミングになるのかななんて思ったりもしてるんですけど。サッカーのクラブチームのサポーターの番号が12番だったりするんですよ。12番目の選手サッカーって11人制なんですけど12番目の選手みたいな感じで12番って言われたりするんですけど、って考えたら7番か7番、あ、NOVAのメンバーが6人いるじゃないですか。あ、なるほど。7番か利根さんとか下野さんとか入れた全キャラクター何人になるかわかんないですけど、14人だったら15番とか。ああ、なるほど。プラス1の役はプラス1のキャラクターはあなたたちですよみたいなのはどうかなって思ったんですけど、なんか一緒にやってる感じが仲間感はありますね。チーム感みたいなものは。ただ全キャラクター何人になるかわからないんで、しかもなんか途中で増えてったらファンの呼び方どんどん変わってきますね。その後ろ倒しになってきますね。後ろ倒しどんどん番号ずれていっちゃうんです。今日から21番でお願いしますってその都度なんか言わなきゃいけない。新メンバーが入るために。なるほど。そうですね、ちょっとまだ何人出てくるか登場人物のね人数分かりませんもんね。はい、さあどうでしょうか、お二人から案をまだまだ募っていきたいと思うんですけれども、矢部さんはいかがですか？そうですね、なんかパッて思いついたのは、はい、この歌劇団に所属するメンバーはみんなこう未婚の男性じゃないですか、だから、まあ、お客さんファンの方々をハニーと呼ぶのどうでしょうか？なるほど。めっちゃカッコつけるやん。めっちゃキザやん。一番ハニーとかどうでしょう。ちょっとこれ僕女性だったらドキドキしちゃいますね。憧れの6人からいやなんかちょっとなんか未婚の男性っていうのはなんかすごいキーワードなのかなと思って1個そうですよね。そっからちょっと考えてみました。ハニーかだったらルーナがいいな。いきなり却下されてますね。でもそうだ、ハニーってでもなんか結婚したアメリカ人、海外の夫婦が「ハニー」とかなんかこう言ってる感じしたんで、親しいね相手に対して、まあ未婚でもハニーっていうか、まあ、ベイビーとかなんかその、まあ、お客さんのことファンの方を大事にしてる、なんか人たちっていう意味を込めてハニーとかどうでしょうか。ちょっとハニーの言い方がハニーっていうのはちょっともう一回言ってください。ハニーってなんて言うんですか？ハニー。ちょっとかっこいい感じでよう言っちゃってますけれども。港区民の皆さんは結構好きなんですよね。確かにこれも結構なんかもう面白いですよね。物議を醸してはいますけどね、範囲が広すぎるんで。確かに青山ですもんね、僕らね。港区民の皆様、選挙演説してるなんか政治家みたいな感じにもなってる。港区民の皆様、港区民の皆様、青山オペレッタでございます。青山オペレッタをよろしくお願いしますっていう感じですからね。なるほど、難しいな、なんか呼び名をやっぱ決めるっていうのは。大隅さんどうですか、他に何か案があったりとか、欠番の方で、欠番というか番号以外に何かあったりしますか？おしゃれさんなんかどうですか？おしゃれさん。まあ青山がおしゃれなそう土地でね。ハイカラさん。ハイカラさん。ハイカラさんってなんか響き昭和ですけど。この令和の時代に。そっか。ちょっと古い。いやでもいいですね、ハイカラさん。逆にありですね、ハイカラさん。おしゃれさん。おしゃれさん。言われて悪い気絶対しないですよ。おしゃれさんの。おしゃれさんの皆さんってなるのか、じゃあそれちょっとおかしいか。おしゃれさんの皆さん、いつも応援ありがとうございますって言うとき、おしゃれさんの皆さんってなんかおかしいか。33になってますしね。なんかあれですね、ちょっと軽い気持ちでイベントとか来るのあれですね、おしゃれさんって言われてるからちょっとなんか、おめかししていかなきゃみたいな。みんななんか気がついたらお客さんはおしゃれさんの皆さんがになってる。ドレスアップしてメイクアップしていらっしゃってる可能性もありますよね。何がいいかな。今いろいろ出ました。ハニー。いやハニーは有力候補よ。番号をハニー、ハイカラさん、おしゃれさん。ノミネートしていいのかな。いやでも個人的に番号好きだな。新キャラ増えるたびに後倒しになってく呼び名。面白ネタじゃん。もう21番の22番になった、22番の皆さんみたいな。区役所の整理番号をもらってる人になってます。先週までね21番だったのよね。それからもう22番になったとか。21番の皆さん、21番の皆さん、お待たせしました。21番の皆さん、ややこしいな。そうですね。まあでもね、これ候補としてじゃあ挙げさせていただいて、まああとはちょっとどういうふうに決定していくかっていうのはね、またお知らせしていきたいと思いますので、いいですか、今の案で。他にないですか。もう今の案で候補出しちゃいますよ。いいです。はい、お願いします。受け付けました。はい、ということで、これで、永井さん、永山さん、大隅さん、矢部さんの案が決まりました。はい、来週はですね、大平さん、友常さんにも考えていただきますので、ここ2人がな、すごいの出してきそう。そうなんですよね。最初のお二人だけで良かったんじゃないかっていう話もなってきそうですけれども、まあ最終的にね、全員分出揃ったところで決定候補などもお知らせしていきますので、どうぞお楽しみに。はいはいはい。でも最初の二人がもう結構良さそうなのを出してるから他人任せ。意外とでもこれ視聴者投票とかすると変なとこにみんな面白要素の方に行っちゃう可能性ありますからね。そうですね。ハイカラさんが通るとか。ハイカラって言わないですもんね。使わないですもんね。もうこの現代では日常死語ですよね。ナウイと同じレベルで使わないかもしれない。はい。はい。では続いてこちら。さあ、今夜お二人にやっていただきたいことその2いきます。はい、声優チャレンジパート1、早口言葉対決。なるほど、早口言葉か。もうタイトルの通りでございます。最高の声優になるために、そんなこと言わないでくださいよ。もう入りからツッコミが出てるんですけども、NOVA のメンバーには滑舌の良い声優への道を爆心していただきたいという。爆心。作家さんの思いが強くないですか。メンバーに早口言葉対決をしていただきます。2回目の今日は大隅優太 VS 矢部雅樹ということですけれども、自信のほどはいかがですか。ないです。滑舌普段は得意な方、不得意な方っていうのは僕そんなよくないですね。結構このアフレコの時とかも、音響監督の方に言われます。結構滑舌でダメ出しされたり、もっと頑張ってみたいな感じで言われるんで。なるほど。今大隅さんも「ははー」っていう顔されてますけども、ないです、自信は。いや、マジ難しい。ハードル下げときます。いやでも思うんですよね。やっぱり特に舞台なんかはもう撮り直し聞かないじゃないですか。そうですね。もう出たら最後までもうワンテイクでって言ったらあれですけども、演じなきゃいけないから、やっぱ噛めないというか。まあ確かに、まあね、どちらも伝える仕事では、言葉を伝える仕事ではあるので、まあ絶対ね、できて悪いことはないので、できなきゃいけないことではあると思うので、しかもまあ勝負となったら負けません。なるほど。いや実はね、これちょっとやらしい話じゃないんですけども、声優さんって噛むんですよ。声優さんも噛みます。もう全然噛みますが、基本的にその舞台みたいに生っていうことがあんまなくって、アニメなりラジオドラマなりゲームなりにしろ、噛んでも噛んでも最終的に1回言えればそれが OK テイクで使われるので、そういう意味では舞台とかの方が滑舌面では厳しいんじゃないのかな。あんま言わないでください。やりづらくなるので。わかりました。じゃあね、ルールから説明していきたいと思いますけれども、はい、ルールは簡単です、私声優界の大先輩大御所利根健太郎がこれ台本に書いてあるから読んでるだけですよ。さすがさすが違いますよ。いやだって僕の先輩の下野さんもこの作品関わってるのにそんなね僕は下野さんの前で大御所です僕ってか言えないですからね。まあそんな僕がお手本となる早口言葉をまずお聞かせしますので、はい、その通り上手に言えた方が勝ちという、シンプルなものです、はい、判定は私が行います、はい、ちなみに3回ずつ繰り返していただきますからね。はい、わかりました。それではいきますよ、はい、まずは私がお題を発表します、はい、今日の早口言葉はこちらです。この茶筒マサチューセッツ州製茶筒、この茶筒マサチューセッツ州製茶筒、この茶筒マサチューセッツ州製茶筒。すげえ。今日の仕事終わった。まだまだ今日ありますから。すごい。ちなみになんですけど、お二人原稿は多分事前にお渡ししてたと思うんですけども、ご自宅でしっかり練習されてきたんですか？これやるのかな。いや、当日に帰ってくるんじゃないか。いろいろ考えて練習してこなかったんですけど、これでいくんですね。練習すればよかった。今までどんな作品か変えられちゃうんですね。ほんま練習すればよかった。まあでもなんか今の実力がすごいわかるかなと思って、僕もあんまり練習はしてこなかったです。おお、かっこいいですね。はい、もう一発本番で今の実力をこう聞いてくださる皆様にも聞いていただければなと。かっこいい、さすがです。いやもう家で何百回と練習したって僕言えないじゃないですか。言っちゃってます。はい、それでは早速早口言葉対決いってみましょう。先攻後攻はどうしましょうか？どうする？じゃあ僕から行こう。きます。行きます。もうやばい、もうやばいわ。一個行き。でもここで噛んだんでね、あとは大丈夫かなと思います。誰？じゃあ矢部さん行きましょう。それでは先攻の矢部さん、お願いします。この茶筒マサチューセッツ州製茶筒、この茶筒マサチューセッツ州製茶筒、この茶筒マサチューセッツ州製茶筒。おー、言えてたか、言えてたか、ギリギリ言えてたか。1回目がちょっとなんかマサチューシェイなんかちょっと怪しかったから気のせいかな。可愛かったですね、ちょっとね。そうですね。1、2回目あたりまあ85点ぐらいですかね。ずるい、ずるいから自分で点数つけるの。違った、うん、違った。自ら点数を。ダメダメダメ。自分で点数つけちゃダメ。あれ？あとだんだんボルテージ上がってきてましたね。ちょっとあ、言えるかも言えるかもってなってきました。テンションが上がってきてきましたが。勢い大事かもな。勢い大事かもしれないです。そうなんですね。勢いも大事ですけれども、さあそれを踏まえてでは続いて高校の大隅さん。はい。準備はよろしいですか？ではお願いします。この茶筒マサチューセッツチュー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 。これはもうやばいですよ。これはあれですか、編集点ですか？これ編集点、編集点、編集しますこれ。これはもうみんな寝ちゃいますよ。何回やっても同じだと思う。ちょっと待って、心折れちゃう。何回やっても同じだと思う。これはもう一回言っときます。もう一回やった方がいいですか？もう一回言っときます。もう一回、あ、もう指示が友常さんも台本見ながら首をこうかしげてますから。あ、もう一回、もう一回のサイン来ました。すいません。では今一度お願いします。この茶術マサチューセッツ州製茶術、この茶術マサチューセッツ州製茶術、この茶術マサチューセッツ州製茶術。言えた。いやもう拳を天に突き上げてガッツポーズを決めておりますけれども。よっしゃ。矢部さんどうですか？いやー、ちょっと大隅君に聞きたいですね。これ今自己採点何点ぐらいですかね？うん、87点かな。おお、自己採点では矢部さんより2点勝っていると。そうですね。ちょっと13点足りなかったかなとは思いますけど。ちなみにその13点マイナスの要因は何ですか？え？あんま深掘りしないでくれ。あんま深掘りしないでほしい。わかりました。普通に言えるかなと思ったんだけどダメだった。意外と難しいですよね。それでは自己採点は出ましたけど判定の方いきたいと思います、はい、私の厳正なる審査にて勝者を決めたいと思います。声優チャレンジパート1、早口言葉対決、勝者はギリ俺かやめたー惜しい。イエイ、接戦でしたね。87点とあるよ、そうですね。自己採点では勝ってたんですけども、しょうがねえ。そうですね、あんまり深く突っ込むのもなんかだんだん忍びなくなってきてはいるんですけれども、この勝負は泥沼すぎて、もう次行きましょう。ただ可愛さという点では群を抜いて勝ってました。いや、マサチューセッツをマチャチューチェッチュチュッって、もう恵比寿君を超えてました。可愛さというと本当に素晴らしい。いや、もうこれはしっかり練習していきましょうね。早口言葉、そうですね。なので皆さん、皆さんもね、ぜひリスナーの皆さんもちょっとチャレンジしてみてください。やってみてほしいですね。やってみると難しさがね、伝わると思いますよね。意外と難しいんですからね。マサチューセッツ州制茶筒ってなんだそもそもっていうね。茶筒、お茶の名産地じゃないだろマサチューセッツって思いますけれども、はい。それでは気を取り直して、ここで青山オペレッタの主題歌をお聴きいただきたいと思います。はい、では曲紹介は、野江くんとかぐやくんでお願いします。はい、せーの、目覚めのカンパネラ。光が舞い降りて鮮やかな世界に変わる。歌えよ君よ、共に今輝いて。僕の未来の色見つめとらわれてたのさ、まるで幻だね。いつかは悲しきアリア惑わせるわベネラ。迷い込んだ楽園、今宵咲き乱れる。そうさ、ゲラッゲラッゲラッ、新しい未来ABC ラジオ、ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部、早くもエンディングです。早くも早いね。ということで大隅さん、いかがだったでしょうか。次まさきと何か勝負するときは勝ちたいと思います。おー、燃えております。さあ、そんな一言を受けるのか受けないのか、矢部さんいかがだったでしょうか。今度も負けないぜ。熱い、素晴らしい。いや、でも今日ちょっと笑いまくってすごい楽しかったですもん。だんだんやっぱ掴めてきたんじゃないですか。そうですね、だんだんそうだね。あと9ヶ月に縮んだね。1年からあと9ヶ月あればまだまだあるな。だいぶでも3ヶ月短縮できましたね、この機会でね。できたかなと思います。はい、そしてなんと今夜は重大なお知らせが2つあるということで、はい、1つ目はでは大隅さんからお願いします。はい、現在 YouTube で配信されている青山オペレッタのビジュアルボイスドラマの CD 化が決定しました。やったー、すごい。 CD 出します。そしてもう一つは矢部さんから。はい、なんと来年2021年4月東京渋谷桜ホールにて青山オペレッタ舞台化が決定しました。すごい、これを待っていた。やったー、これですよね。初出しですもんね。そうです、解禁ですもんね。ここで初出しです。はい、ということでビッグニュース2つ来ましたが、はい、青山オペレッタビジュアルボイスドラマの CD 化が決定ということで、こちらはですね、なんと第1弾と第2弾が同時に1月29日に発売が決定いたしました。はい、そしてなんと、はい、11月10日から全国のアニメイトなどで予約開始なんですけれども、あれ、このあとどうやら27時から予約はもう受付開始ということで、この深夜にこのラジオをリアルタイムで聞いてる方は誰よりも早く予約することができちゃう。今この情報、今ここでね初出しだったので、もうこの番組が終わって5分ですかね、27時からなんで予約できちゃうんですね。予約できちゃう、誰よりも早く予約できちゃいますので、あなた予約しなさい、あなたあなた何のキャラだ、この作品のキャラでも何でもない、何のキャラだ今の新しい人だ、聞いたことないキャラが出てきましたけれども、すごい。はい、予約の方よろしくお願いします。お願いします。そして初回特典もございます。初回限定版には第1弾の方にはですね、先ほど言っていただいた4月からの舞台先行申し込みシリアルナンバーがついてきます。あら、すごい。そして第2弾にはオンラインイベントの抽選申し込み券が封入されております。オンラインイベント、そうなんです。詳しくはまたねお楽しみに。ありますからね、進んでますから、そうなんです、動いております。詳細は公式 SNS をご覧ください。そして舞台の方ですね、来年4月東京渋谷桜ホールにて舞台版青山オペレッタが上演されます。ありがとうございます。公演期間も決まっております。公演期間は2021年4月22日木曜日から4月25日日曜日までとなっております。ボイス版同様のNOVAメンバー6人がそのまま舞台でも演じます。詳細は公式 SNS をご覧ください。今後も随時最新情報を発表していきますのでお楽しみに。さらにこの番組ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部の公式ツイッターでもごめんなさい。さらにこの番組ラジオペ、こちら青山オペレッタ広報部の公式ツイッターもご覧いただければと思います。また番組終了後、公式 YouTube チャンネルで動画付きアーカイブも更新されますので、こちらもチェックしてください。お願いします。そしてメッセージの呼び込みはお二人からお願いします。はい、皆さんからのメールもお待ちしています。ふつおた、番組への感想、NOVAメンバーへの質問や相談、メッセージなどなど何でも OK です。メールで送ってください。宛先は ao@abc1008.com、 ao@abc1008.com までたくさんのメールお待ちしております。はい、それでは皆さんまた来週この時間にお会いしましょう。友野先生が大きく丸マークを出してくださいました。OK 出ました。ありがとうございます。ということで、ここまでのお相手は私、利根健太郎と大隅優太と矢部雅紀でした。バイバイ。